ゴールキーパーは大西、3バック右から八木下、近石、そして今日は藤崎が入っています。アンカーの位置に前澤、トップ下2枚が山内と永田、右のウイングに音泉、左のウイングに安藤、そして2トップ、今日は佐々木海斗、そして8試合ぶりのスタメンとなりました佐藤葵が入る予想となっています。ゴールキーパーは水戸から加入したばかりの中山、そして4バック右から石田、海、川上、ムンインジュ、ボランチに今日は庄司と、そして水野、右に荒垣、左に西谷、2トップ11試合ぶりのスタメンとなりました相原、そして藤岡と予想していますが、大幅にメンバーが入れ替わりましたので、試合が始まってから立ち位置など確認していきます。安藤の手が上がる、ニアサイド、ヘディングアウト、押し込んでいった、セカンドボールを押し込んでいきました。最後は永田です。永田は今シーズン6ゴール目、前回対戦でも電光石火の先制点を挙げた永田が、前半11分、岐阜戦は2戦連続のゴールとなりました。から斜めに狙ったボール、さあここでボールカットです。トランジション山内、永田、先制ゴールの永田、永田自分で持っていって右足打っていった、永田今日2点目、八戸が前半のうちに複数得点。この山内の出足の速いボールカットから永田の足元へ、2人を引き連れて一度切り返し、右足でおそらくゴールキーパー中山もブラインドになるような角度だったでしょうか。今日2得点目の永田、背負いながら山内、下げたところでボールカット、川上クリアはしません。音泉中入れてワンタッチつないでシュートは、ここは中山ナイスセーブ。最後は佐々木、先ほどはこのコーナーキックから先制点を挙げた八戸、安藤のボール、またニアサイドヘディングアウト、ここも中山の素晴らしい反応、左フリーの安藤ですがそこには出しませんでした。今出しました、ワンタッチで中、佐々木、胸トラップから永田、マイボールにしました。今日2得点の永田、ボールを失わない。安藤、安藤、中クロス、佐々木、セカンドボール、山内、シュート放った佐藤葵、3点目八戸、久々のスタメンとなった佐藤、前半のうちに3ゴール目を挙げました八戸。さあ裏へと抜けていく佐藤、カバー入った川上、さあ再びボール拾いましたが回収する岐阜、狭いところ川波、ボール回収前澤、右開いていた山内、追い越して音泉、低いボールを入れていく佐藤、佐藤シュート放っていく、こぼれ球押し込んでいった、後半も立ち上がりからゴールを決めたのは八戸、佐々木海のゴールです。佐々木は今シーズン4ゴール目、この後半も入りからゴールを決めたのは八戸です。さあコーナーキックのチャンスを得ました岐阜です。インスイングのボール、ヘディングでスラッシュ、ここは最後大西が触ったでしょうか。荒垣の内巻きのボール、
ヘディングでスラした先、大西触ってますね。そして水野と接触、近石はもう一度八木下を選択。グラウンダーのボール、そのままスルーして佐々木、前を向いた佐々木、中入れて佐藤、永田から安藤、クロスを上げてヘディングを取り詰め、ゴール左に外れていきました。ここも高い位置でボールをカットすることに成功しました。山内から前、中入れて永田、永田すかさず体を入れる、外開いて八木下、ハンドで PK の判定。八木下のクロス、ムーンインジュの手に当たったという判定。ゆっくりとした助走から、あっとバーの上越えていきました。セカンドボールを北がヘディングで前へ、庄司落ち着かせられるか、いやしかしそこを狙っていました。さあ持ち運んでいく前澤、前澤、前澤、自ら持っていって外に張っていた上方、上方からグラウンダーで前澤、ヘディングで落として、いや最後上がっていた永田でしたけれども、ゴール右に外れていきました。アウトスイングのボール、ヘディングタッチ、1点返しました。後半から出場の田口、チームトップの11ゴール目。ボールカットはカブラキ、上方もゴールキーパーまでこの時間プレスをかけたところで試合終了の長い笛、4対1、八戸が霧雨降る中今シーズン最多タイのゴールを決めて勝ち点30で並ぶ岐阜を下しました。